ちょっと待って、なんかやばそうだな。どうも皆さん、こんにちは、三浦です。今回はね、ボスの精錬姉妹を倒す、こちらをやっていきましょう。よし、やっていくか。お姫様が惚れ薬を欲しいということで、精錬姉妹に今会いに行くっていうか、やっつけに行くんだけど。え、夜になってんじゃん。無限樹海、ミネストフォレスト。昼間でも怖かったのに。なんか夜になってさらにヤバくなったね、雰囲気が。精錬姉妹は奥だ。しっかりついてこい。じゃあ前に行ってほしいんだけどな。あ、ちょっと待って、いきなり行ける。行っちゃおうか。次、追うでごわす。さあ張り切って探索するでごわす。んー、なんか出てきそう。これ罠だね。踏まないけど、これ罠で。お、スギハギレザーを手に入れた。うん、あら、なんだこれ。あ、よし。基本的にちょっとモンスターはちょっと無視して。あ、ブッテリー出てきた。どこにいる。あ、これか、かわいい。一体ブリーっつってた今。さあ、やっつけてやったぜ。いて、あれ罠だったのか。なんか金色だからレアなやつかなと思ったら踏んじゃったよ。よし、フェアジー。フェアジーとなんだこれ、シールドシード。いろんなモンスター出てくんね。うん、くさいくさいくさい。結構ダメージ入るよこれ。結構ダメージ入ってる。イワンマシュ、なんか毒持ってそうだね。おらい、やばい。じゃあ武器変えるか。ブッテリー出てきてる。よっしゃー、やっつけた。よし、いやー、ついに来た。ちょっと回復して。よし、ジャラも変える必要なし。変えていきたいけど、この先に精錬姉妹がいるんだな、きっと。ちょっと待って、なんかヤバそうだな。ヤバそうじゃないかって今。あ、歌歌ってる。歌歌ってるよ。超音波が止まらない。うおーい。これあれかな、注目とかないのかな。注目とか、妖怪ウォッチバスターズみたいな。あららららら、やばい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 。いてててててて、ちょっと待って、あんまダメージ入ってないような気がすんな。武器変えて。おらー、ちょっと待って、こんなにダメージ入らないもん。あ、ちょっと待ってよ、これ、セイとレーン。なるほど。で、セイレーンか。じゃあ、まずこのレーンをやっつけるか。よいしょ。これ、あれだな。ちょっともうちょっと武器強化してきた方が良かったな。これ、一番最低の武器使ってるからね。あー、ちょっとアックスだとちょっとスピード遅いな。おらー、あ、弓矢がいいかもしんない。おらおらおら、遠くから攻撃してやるぜ。へいへい。先生、これ時間かかる。おお、あいつ消えた。すげえ、瞬間移動できるんだ。歌ってる。あー、くそ、弓は良かったのに使えなくなっちゃった。よし、ちょっと剣、いや、ちょっと待って、剣使えるか。もう絶対
なになに、何も見えない、移動できたのかどうかも分かんない、私たちの歌から逃れ続けるら、で、あー、いやー、見えない見えない見えない、うおおおお、ちょっと風がすごい、やばい、はあ、戻った、オッケー、で、レンでどっちだ、こっちか、よし、一番くれ、あいつ回復してんじゃねえかな、そんなことないか、クソ、ちょっと弓が使えなくなった、あらあらあら、ちょっと斧しか使えない、もしかして、おい、うおら、何、ちょっと斧あんま向いてないような気がするけど、何、あ、ちょっと必殺技使えんな、しょうがない、ちょっとこれで必殺技、おら、くれ、逃げられた、クソ、うわ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 、ちょっと回復してんじゃないかな、違うかな、あー気絶した、助けて、あー何も見えない、お、復活したぜ、ちょっとアイテム使おうか、これは何だろう、お、全ステータスが中アップ、よっしゃ、あぶね、今は攻撃できないのかな、もしかして、うわー危ねー、危なすぎる、よっしゃあ、あいつ回復してるっぽい、なんか今100ぐらい回復しなかった、させるか、おい邪魔すんな俺の、よし半分以下にしたぞ、うわ武器は使えねえ、なんだな、今何した、何した、うわ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 、とりあえずこのレーンを先にやっつける、おっしゃ、めっちゃダメージ入った、オッケー、おれー、オッケー、やっつけたぞ、結構時間かかった、あれなんか斧と弓とあとなんだ、あれおかしいな、あーやべやべ、味方やばい、味方やばい、ちょっと待って、どこにいる、どこにいる、よし助けるぞ、助けられてるかな、これ、よし復活した、一人やっつけたからまあ大丈夫でしょ、もうあとは恋するつむじかじ、ほらー、よっしゃ必殺技使おう、あれダメージ入ったのか、これ床ダメージが今入ったのかな、これ、あ、そういう攻撃だったのか今のは、チェンジしよう、オッケー、あぶねー、なんだ、うわ毒食らってる、うわよし、いい感じでダメージ削った、あとはちょっと攻撃がちょっと今 X ボタン使えない状態に感じになってるけど、うわ全然ダメージ入らない、これでとどめさせ、おらー、あともうちょい、くれ、よし入った、ようやくやっつけた。
ちょっと武器がもうちょっと強い方が良かったな、これはね。結構大変だったよ。何覚えてんだろう。ダメダメだったね。俺森のことなんか全然知らなかったの。危うく迷子になるとこだった。俺本当は森のスーパー探検家じゃなくて森のスーパー引きこもりなんだ。町での生活に馴染めなくて森でじーっとしてただけなんだ。ただの引きこもりだったのか。ただの引きこもりじゃない、ガチのスーパーオタクだ。粘れないし、それなんだよ。そうか。よし、そうだよな。やはり俺がいなきゃ何もできないようだな。あ、ちょっと調子に乗り始めたぞ。よし、これからも俺が力を貸してやろう。さあ、スナック登録をするんだ。人間もスナック登録できんだね。使うことはもうないと思うけど。ピーターパンパン。よし、取れたようだな。おい、もちろんかっこよく取ったんだろうな。あれ、あれ、ミララ、パンパン師匠、なんであんたたちが一緒に城に来るわけ？惚れ薬を届けに来たんだよ。え、惚れ薬？よし。そうだ、俺様の活躍で惚れ薬を手に入れたんだ。もういらない？え？私のペットに使うつもりだったんだけど、さっきチャップが持ってきてくれたのよね。遅かったか。だから悪いんだけど、もういらないの。何本あってもいいと思いますよ、惚れ薬。よろしくね。さあ、エステ行ってこようっと。バイバイ。ひどすぎないね、ちょっと。一生懸命戦ったのに、俺の活躍が何ということだ。ともかくお前たち、ご苦労じゃったな。その惚れ薬は、お前たちの好きにしておいぞ。やった。じゃあ、モンスターに使ってあげるか。好きにしていい？この惚れ薬を？ってことは、絶対よからぬこと考えてんでしょ。赤美ちゃん。これを使えば赤美ちゃんに。やったわい。それを使えば無風なお店のお兄ちゃんに。よこせよこすんじゃ。なんだ？これが俺が手に入れたんだぞ。そのピーターパンパンの方が正しいな。いや、手に入れたのはミララでしょうが。これで決める。知るか。今俺が持ってるから、この薬は俺のものだ。よこすんじゃ。ゴブさん全く関係ないけどね。話せったら。ちょっといい加減にしないと。アクアフは最悪じゃんこれ。え、おじさんと怪物。うわ、きつい。今のきつかったね。